この踊りはデンマークだけでなく世界各国の学校教育に取り入れられているデンマークの伝統的なフォークダンスです。デンマークは北ヨーロッパのバルト海と北海に囲まれたユトランド半島とその周辺の島々を含めた国で、北はスカンジナビア諸国、南は陸上でドイツと国境を接しています。デンマークといえば何を思い浮かべますか？裸の王様、マッチ売りの少女、人魚姫の童話作家アンデルセン、子供のおもちゃで有名なブロックメーカー、首都のコペンハーゲンの名前のついた日本でも人気の雑貨屋さんや、世界中で大人気の陶磁器メーカーが有名ですね。またデンマークは物価が高いことで有名で、有名ハンバーガーチェーンの大きなハンバーガーは日本円で1400円くらい、消費税は 25% ですが、世界幸福度ランキング2021は2位。デンマークの方は身長が高く、男性の平均身長は181センチ、女性は168センチ。そしてデンマークの歴史は古く、さらに世界では日本に次ぐ2番目の君主国家です。はじめにこの踊りの前半に出てくる靴作りの動作の練習をしてみましょう。糸巻きの動作で両手を握って、肩の高さで肘を曲げて、外巻きにぐるぐると糸巻きするように早く2個間、内巻きに2個間回します。外巻き、内巻き。今度は糸引きと釘打ちの動作で、手は握ったまま両肘を横へ2回引き、握り拳同士で3回打ち合わせます。引いて引いてトントントン。もう一度初めから糸巻き、糸引き、釘打ちの動作を繰り返しますので、前半の靴作りの動作を続けて行ってみましょう。1、2、3、はい。外巻き、内巻き、引いて引いてトントントン。外巻き、内巻き、引いて引いてトントントン。次にこの踊りの後半に出てくるステップの練習をしてみましょう。男の子の右側に女の子が並び、男の子の右手と女の子の左手を肩の高さにつなぎます。空いている反対の手はウエストをつかむように横に置きます。男の子は左足、女の子は右足の外側の足のかかとを斜め前にポイント。その足を戻してつま先をポイント。その外側の足から軽く走るように 1、2、3 と前進し、最後の足に体重を残します。今度は同じ動作を内側の足からも行います。かかと、つま先、1、2、3。これらをもう一度繰り返しますので、一緒に踊ってみましょう。外側の足から 1、2、3、はい。かかと、つま先、1、2、3。かかと、つま先、1、2、3。かかと、つま先、3歩。かかと、つま先、3歩。できましたね。ここがポイント。この時、パートナーの顔を見ながら踊るとより一層楽しくなりますので、真横に並んで手をつなぐのではなく、ほんのちょっとお互いの顔を見るように、内側の肩を少し引いて手をつないで踊ってみましょう。この踊りは男の子が円の内側、女の子が円の外側になる二重の円を作り、男の子は円の外側を向き、女の子は円の内側を見るようにパートナーと向き合います。
前奏は4個間聴いてから初めに練習した靴作りの動作を行います。 1,2,3 はい、外巻き、内巻き、引いて引いて、トントントン。外巻き、内巻き、引いて引いて、トントントン。後半は先ほど練習したステップを行います。向き合っていた状態から男の子の右手、女の子の左手をつないで、円の中心から時計と反対回りになるように全員が同じ方向を見て並びます。パートナーのお友達の笑顔を見るようにして、外側の足からかかとをつま先 1,2,3 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 それでは踊りを始めから続けて踊ってみましょう。1,2,3 はい、外巻き、内巻き、引いて引いて、トントントン。外巻き、内巻き、引いて引いて、トントントン。かかとつま先、1,2,3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 